皆さんこんにちは。今日は腕のキャリングアングルについて解説していこうと思います。左手を背中側から見た腕を描きます。まずは失敗例から描いています。リラックス状態を前提で描いていきますね。この腕だとかなりまっすぐになってしまいます。しかし人の腕としてはまっすぐすぎるんですね。では実際にキャリングアングルを意識した腕を描いていきたいと思います。男性と女性の腕を描いていきますね。ここで秘密兵器、分度器を使います。わかりやすく線を引いています。先ほどの腕との違いがわかるでしょうか。このように若干上腕に比べて前腕が傾いているんですね。では次は女性バージョンも描いていきましょう。先ほどの男性とは角度が違いますね。このキャリングアングルですが、男性が10度、女性が15度の傾きがあります。もちろん個人差はあります。若干女性の方が傾きが大きいんですね。このように人間の肘関節って傾いているんですね。そして男性と女性でもその傾きに差があるんです。皆さんも意識して描いてみてくださいね。このようにこのチャンネルでは絵のことについて発信しています。いいなと思ったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。